佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。いよいよ新しい元号もですね発表されまして、この4月はいろんな意味で新しいスタートを実感する毎日です。皆さんの周りにも新しい環境でいろんなスタートをさせた方がいらっしゃると思いますが、あまり力をね入れすぎず、頑張らず、まずは、ペースをつかむことから始められてはいかがでしょうか。息抜きというかリラックス、日々リセットして次の日を迎えることも大事だと思います。これからの30分はどうぞ穏やかに、聞き流していただければなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。いつものことながら、守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつ、お話しさせていただければなと思います。まず一つ目はですね、ハロープロジェクトさんの、人気アイドルの方のですね、プロモーションビデオにですね、なんと参加させていただきました。こういうアーティストというかこうアイドルさんの、プロモーションの CM っていうかそうプロモーションビデオかに参加させていただくってことは多分初めてだとは思うんですけれども、YouTube の方にもですねもうアップされておりまして、実は私も大好きなアイドルさんでご本人の方々をですね見るのもめちゃくちゃ緊張したんですけども、すごく嬉しいことにちょっとね振り付けなんかも教えていただきまして、実際に私も YouTube の方で拝見させていただいたんですけれども、結構ねこうよく見るといるなっていう感じがありまして、でもすっごい嬉しかったです。本当に参加させていただけただけでもすごくめちゃくちゃ嬉しかったんですけども、まさかねちょっとこうメンバーの方々の後ろにいるっていうのが分かっただけでももう鳥肌が立ちました。はい、結構ね女優さんの中でも結構好きなね方が多い、アイドルグループハロープロジェクトさんのアイドルグループですので、ぜひね皆さんもしこのお話で分かっよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube でね検索していただいてご覧いただければなと思います。はい、続いてはですね、読売テレビさんが制作されています、日本テレビ系、4月4日木曜日23時59分からの、ドラマにですね参加させていただきました。でですね、ここの現場はですねものすごく楽しくって、実は TKO の木下さんがですね出演されているドラマでもあるんですけれども、TKO の木下さんが社長をしている、会社の、一社員みたいな役で参加ねさせていただきまして、本当今の芸人さんって演技の上手な方がすごく今たくさんいらっしゃると思うんですけれども、本当にナチュラルな演技で見ていても現場からこう見ていてもすごく楽しい面白いというか芸人さんならではのこのユーモアがある演技で見ていて本当に楽しかったです。で本当にこう参加してさせていただいているこうエキストラの私たちに対しても結構こうねお話ししてくださったりとか挨拶もねしてくださったりとか、本当に素敵な方だなっていうふうに改めて感じました。はい、でですね非常に私もオンエアがね非常に楽しみです。はい、そして、続いてがですね、ネットフリックスの、ドラマに参加させていただきまして、なんと、蜷川実花さん、蜷川実花監督ですねの、ドラマにですね、参加させていただきました。いやーなかなか参加させていただくだけでもすごくもう貴重な体験経験をねさせていただきまして、こう街中、原宿の街中を歩く若者という役でね参加させていただいたんですけれども、もう
映ってようが映ってなかろうがというか、どっちでももう本当に参加させていただくだけでも非常に感謝してもしきれないなというくらいなんですけれども、やっぱり歩いてるだけでも結構ね人数もいたんですけれども、すごくね楽しく撮影ねさせていただけたなというふうに思います。で本当にこうエキス私たち参加させていただいてエキストラ一人一人に対しての、衣装へのこだわりがすごく、蜷川さんの、こだわりがすごく伝わるなっていう風に、感じました。はい、でですね、この現場でなんと私の、専門学校の時の同級生がですねいてですね久しぶりに会いまして、はい、前にもですね他の現場でね一回ね再会したんですけれども、ちょっとねお話っていうか最近どうみたいな感じもねちょっと話もできたのでね、はい、こうね自分の友達とかがまだこうね活動してるっていうのをねが分かるとちょっと嬉しいものだなっていう風に感じました。はい、でこれもですね非常にネットフリックスのねドラマ非常に楽しみです。はい、そして続いてがですね、テレビ朝日3月17日、日曜日夜9時から放送されました、ドラマにですね、が放送オンエアがございました。はい、でですね多分前2月かなぐらいにもですね、私が3月かな、うん、に私もお話しさせていただいたと思うんですけれども、まあ、特殊というかあるこうねカメラからの画角からこう歩いて、カメラ映らなくなったらちょっと変えてまた出るっていうのをこう繰り返しやっていた現場ではあったんですけれども、まあその、オンエアがありまして、やっぱ実際見て私基本こう現場とかこう冬場の現場に行く時って青のコートをですねいつも着てるんですけれども、もう結構何年も愛用している結構鮮やかな青のコートで、やっぱすごい見つけやすいんですよ青のコートを着ているとすぐあれ私だっていうのが分かったりとか、あとはもうコートをね変えなきゃいけないので、もう私もこうもうあれだっていうのがね映ったりとかもしていて、やっぱり頑張った甲斐があったなっていう風に感じられましたし、本当に使っていただけて本当に嬉しかったなという風に思います。はい、そうなんですよ、青いねコードが結構大活躍しました。先月はね続いてがですね、同じくテレビ朝日毎週夜9時から放送されていました、ドラマに、がですね放送しましたオンエアもねされました。なんとね最終回 に参加させていただいて、で放送もあってね、私の大好きなドラマでございます。そして私の父も大好きなドラマにですね、なんと最終回に参加させていただいて、そして放送もあって、撮影時間はすごい結構短かったんですけれども、もう参加させていただけただけでももう、いっぱいいっぱいこう、嬉しいなっていうのがあったんですけれども、なんとね放送では反町さんの、後ろをさっとね青いコートを着た私が通っているというなんかですね映っていて、もう本当に それだけでもめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、父もですねよかったねっていう風に言ってくれてすごく嬉しかったです。はい、またね大人気ドラマですから、またもし次また新たなシーズンがねありましたら行きたいなというふうに参加させていただければなというふうに思っております。はい、続いてがですね、日本テレビ、毎週月曜日、深夜24時59分から25時29分まで、放送されていましたドラマがですね、最終回の、オンエアがありまして、そうですね拝見しました。はい、でですねやっぱりここでまた青いコートが大活躍してまして、すぐ分かりました。で結構ね大きくね映らせていただい
ていまして、本当にありがたいなというふうに思いました。本当にね、多い子と大活躍で、で、あの結構ね、あの焼肉屋さんという体の、シーンで結構ね、もうスタッフさんもめちゃくちゃ頑張っていた最終回でしたので、私もあのスタッフさんすごいあの時頑張ってたなっていうのをすごく思い出されました。はい、もうそれがね、こう なんていうかこう、うまい具合というか、こう綺麗にね、あの努力が報われているなというふうにとても感じられました。はい、そして、続いてがですね、テレビ朝日さん3月30日31日2夜連続放送のですね、ドラマがですね放送されまして、今日オンエアも私もね、見まして、2夜連続両方見ました自分が出るところはなんとなく結構クライマックスの部分だろうなっていうのはなんとなくは分かってたんですけれども、このドラマ自体がとても面白くて2夜連続で見ました、オンエアを。はい、でまあ実際は映っていたか映っていなかったかというと、まあ私が撮影ねしてた私が分かるぐらいの、ちょこっとちょこっと映ってたかなっていうふうに思います。で結構もうこの、ドラマが結構アクションが多くてですね、もうこれ撮影するの本当大変だったんだろうなっていうのを見ていてとても思いました。で私がね参加させていただいた撮影日もですね、私がこう、撮影現場に入る前にもこうアクションのねシーンもねどういう風に撮ってたかやっとオンエアで分かったので、わこれは相当大変なんだろうなっていうのが見ていて思いました。はい、でもね本当に参加させていただけただけでも本当に楽しかったですし、ですね、ちょっとでもね映れてもよかったなっていうふうに思います。はい、そして、続いてがですね、ここ市川、同じく市川うらら FM さんで、毎月第2、第3火曜日夕方6時から、愛され召し上がれが、放送、そして、最編集版映像配信版がですね、アップしていただいております。なんとゲスト出演をね私里見くさせていただきまして、3月26日オンエアのですね、愛され召し上がれに、ゲスト出演させていただきました。以前ゲスト出演していただきました料理カウンセラー愛され飯協会代表の、青木由美さん、そして、私の事務所の先輩鈴木千秋さんの、番組なんですけれども、久々のゲスト出演させていただきまして、緊張しました結構自分大丈夫かなってぐらい久々に緊張しました。うん、なんか結構気楽ではいられるんですけれども、結構こうね緊張してたなっていう風に映像配信版もね私も拝見させていただいて、うん、緊張してるなって思ってしまいましたはい、なんだろうねちょっとこう構えちゃうのかな、わかんないんですけれども、でもすごく楽しくこうガールズトークな感じでお話もねさせていただいて、で、ゴールデンレシピもね本当にいただきまして本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひねまだご覧になられてない方ぜひ、愛され召し上がれで検索していただいて YouTube の方でねご覧いただければなと思います。はい、続いてがですね、こちらも同じく市川あらら FM さん、毎月第2、第4に、第4日曜日お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライですね、収録ねありました、先月ですね、3月の頭ですね、そうですね、そうですね、前回、うん、がレイヤーあるあるがねお休みだったんですけれども、そのねレイヤーあるあるもですね3月の放送で、ありまして、またね新たにねレイヤーさんって結構大変なんだなっていうのをまた改めてしおりちゃんのねお話を聞いて改めて感じましたし、やっぱ努力は大事なんだなってやっぱねこう自分をその好きなキャラクターにするっていうのはすごく
ものすごく努力が必要なんだなというふうに改めて感じました。そして私個人的に好きな、ね、コーナーがありまして、しおみくランキングっていうコーナーなんですけれども、まあ、その、3月かなの、オンエアでは、私の大好きな食べ物の一つでありますチーズだったんですね。めちゃくちゃ嬉しかったですなんと私としおりちゃん、まあ2人とも、1位をねちゃんと当てることができました。はい、やっぱ全然違くって、外国のチーズと日本国産日本の、チーズってこんなに違うんだっていうのをやっぱ食べ比べたことがなかったので、すごく新たな発見だなっていうふうに思いました。でもめちゃくちゃ美味しかったです帰り余ったチーズをですねちょこっといただきましたそれぐらい美味しかったです。はい、で、そうですね、4月、今月の放送はですね、4月の14日と28日、日曜日お昼12時からですので、ぜひ皆さんね、そちらもね、お聞きいただいて、映像配信版アップしていただけましたら、ぜひそちらもね、ご覧いただければなというふうに思います。はい。続いてがですね、ネット配信番組ネットアイドル、カタカナ佐藤美ととしてですね、ゲーム生配信番組をやらせていただいております。第1、第3金曜日23時からね、生配信させていただいております。で、以前かな、はファイナルファンタジー10をですね、もう1年以上かけてやっとクリアしてもう大変だったなっていうのも、もう結構ねこうやっていくうちに結構こういつも見てくださる方もどんどん増えていて、めちゃくちゃ嬉しくって、こういつもなんてこそありがとうございますっていうのがすごく楽しいですで、YouTube ライブにフレッシュから YouTube ライブに変わっておりまして、チャンネルがですねありまして、東京ドリームテレビさんの方でチャンネル登録していただければ、私の、過去の、アーカイブアップもねしていただいておりますので、ぜひねちょっと気になるなという方いらっしゃいましたら、ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いしますそして、私の、主演映画22世紀クワのですね予告編がですね、こちら YouTube の方でアップしていただいておりますので、ぜひムービープラスボックスで検索していただくか、ひらがな佐藤美久で検索していただいてもおそらく出てくるかと思いますので、ぜひご覧いただければなと思います。そして、最新作映画突然恋人はじめ過去の私の、全出演作品 DVD も販売中でございますので、ぜひそちらの予告編もねたくさんありますので、ぜひひらがな佐藤美久で一度検索かけていただいてご覧いただければなというふうに思います。ご希望の方はですね、ぜひうちの事務所までメールをお願いいたします。でですね、この1ヶ月振り返りますと、先月ねなんと新潟に家族旅行に行ってまいりました。はい、で結構雪は積もってたんですけど、嬉しい、ありがたいことに晴れまして、でもめちゃくちゃ暑くて海外の旅行、外国の方々もね、海外から来られている方もいらっしゃったんですけども、もうな結構もうスポーティーな感じで、タンクトップ1枚で滑ってる方もいらっしゃるぐらい、結構もう暑くてもう脱ぎたいぐらい、マフラーいらなかったです本当に。ブログねご覧いただいてる方もしかすると分かるかと思うんですけど、マフラーつけてるんですけども、めちゃくちゃ暑いですもう結構もう、そうスキーウェア、がもう結構もうサウナウェアみたいになっちゃうぐらいめっちゃ汗かきましたはい、私はスノボ派なんですけれども、はい、楽しくね家族旅行行ってまいりました。そしてね、今月は結構オンエアされるものも、先月ねがオンエアされるのも結構ありまして、改めて見て青いコートはめちゃくちゃ活躍してるなっていうふうに思いました。ではですね、以上マンスリーダイアリーのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。
このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はですね、一定時間内一定時間内に一定以上の、購入者が揃えば、企画が成立し、購入者はお気に入りまたは興味のある映像作品をスクリーンで見ることができる映画館と提携して、ユーザーの見たい映画の劇場チケットを販売するサイト、ドリパスをですね、初めて利用いたしまして、野球部員演劇の舞台に立つを見てまいりましたので、お話しさせていただきたいと思います。まずこの作品の、オフィシャル情報によりますと、原作は地元八女で、長年教師を務めた竹島由美子の10年間にわたる実践記録、野球部員演劇の舞台に立つ公文献館、その記録の中でも異色の実体験が映画化された10年前に原作野球部員演劇の舞台に立つに出会った中山節夫監督は、何としても映画にしたいと動き始めた。その思いを引き継いだのがプロデューサーの鈴木和美。7年前彼は物語の舞台であった八女市に移り住み、粘り強く市民に語り続け、次第に市民の理解と協力が広がる中でこの映画は制作された。それは若者たちに本気で向かい合った演劇部顧問と野球部の監督のように、本気でこの企画に向かい合う映画人と市民の姿が重なり合う奇跡の出来事だったとあります。そしてストーリーは映画の公式サイトからご紹介させていただきますと、甲子園出場を有力視されていた八女北高校野球部、中でもエースピッチャーの順は特に注目され期待されていた。しかし県大会予選1回戦で8回までパーフェクトに抑えながら、最終回ファーストのエラーをきっかけにまさかの逆転敗退、敗北の責任をめぐってチーム内に広がる不協和音、そんな時男性部員がほとんどいない演劇部顧問三上先生から野球部員を助っ人に欲しいという申し出があった。野球だけの人間になるなという指導理念を持つ八幡監督はこれを受け、順とキャッチャーでキャプテンの亮太、エラーをしたファーストの一馬の3人を演劇部の助っ人に送り出した。俺たちにそんな暇はないと反発する野球部員たち、突然の助っ人に役を奪われた演劇部員、とりわけ反発を示したのが3人と同級の美穂だった。なんで野球部なんかにという声に演劇部 OB 田川が答えた。演劇部のを目指すコンクールまで2ヶ月戸惑い反発し合う日々の中で、何かが確かに動き始めた。主人公の純役を人狼ゲームプリズンブレイクの渡辺雄太郎が演じるほか、林健と宇梶隆、宮崎よしこら実力派俳優が脇を固める。監督は新熱い壁などを手掛けたベテランの中山節夫とあります。でですね、私も演劇部出身でして、女子校というのもありまして、もう男子がね、いないかったわけで、本当に男子がいるっていうことだけでもめちゃくちゃ羨ましいなっていう風に思いましたね、映画作この作品を見ていて。で本当に青春な映画で、もうぜひね皆さんにご覧いただきたい映画だなっていう風に感じられました。でこの映画のね、最初で上映が開始される前にですね、プロデューサーのもう一方いるんですけれども、桑山和之さんというプロデューサーの方がですね、ご挨拶してくださいまして、それもなかなかね経験することできないので、すごいなというふうに思いました。そして作品の中で茶畑がね出てくるんですけれども、この純のエースピッチャーの純がですね、朝走ってくシーンで茶畑があるんですけれども、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。でそれがもう本当に綺麗で、この八女市ってこんなに綺麗な場所なんだなって、私もこの作品を通じてこの八女市というのを初めて知りまして、わこんな素敵な場所があるんだというふうにすごく、思いました。でこう日が落ちてくると、ビニールハウスがこうライトアップがされて、それもまたすごい綺麗なんですよ。わこんなところ撮影したいなというふうに私も思いました。
ですね、このジュンとキャッチャーのでキャプテンのリョータの、バッテリーのこう熱い友情もめちゃくちゃやっぱ心にきますね。本当に青春だなっていう風に感じますし、もう時間はないって言ってるジュンのこの心の変わりようっていうのがどんどん分かっていく作品でもあるので、ぜひ皆さんね、一度もし機会があればぜひご覧いただきたい作品だなというふうに思います。以上、今月の片入りムービーリポートのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。